雑魚中の第26次改装工事完了したぞ。26時って、改装しすぎじゃないっすかね。いやー、改装し始めたらあれも欲しいこれも欲しいってなってな。で、どんな感じになったんすか？全体を2メートルほど延長してヘリ甲板を広くしたり、船尾のコネクターをフロートタイプと潜水タイプに分けたり、オレンジがフロート、浮くタイプっすね。クレーンを増設したり、格納庫左右と船首っすね。あと、何か足りないと思ったら煙突がなかったから追加してある。機能性はない、完全に見た目だけの煙突。偽装煙突っすね。目立つギミックはやっぱりクレーンかな。操縦席を追加して、操作しやすくしてある。スイッチポチポチじゃないんすか？スイッチポチポチはオンオフなら楽しいんだけど、クレーンの操作でポチポチするのはちょっと面倒くなってきた。もう慣れちゃったんすね。スイッチポチポチして動くことに喜ぶ段階から、目当てのギミックを搭載させる方向に進歩してきた感じ。ギミックというか、細かいクラフトならアドバンスドモードの方がいいんだろうけど、そっちは細かすぎてちょっと時間がかかりすぎる。ジェットとかアドバンスドモード限定っすよね。今のところはな。それにしてもこのクレーン、弾倉ミサイル発射機に見えるっすよ。ギミックとしては同じ機構だしな。クレーンアームの伸縮とかはミサイル装填レールみたいなもんだし。あと、放水銃とレーダーが一瞬、シーウスに見えたっす。このアングルからだけな。あ、そうそう。クレーンを設置したことで、放水銃の数が減ったのよね。放水銃3機から2機になったが、クレーンが2機追加された。戦況や時代に応じて、階層で武装とか仕様が変更されていくのって燃える。ラッコ級かよつ。でんで、こっちのクレーンは選手と違って大型のクレーン。選手は漏遊する小型ドローンの回収とかで使うのに対して、こっちは簡単に積み下ろしたりするためのクレーンだな。こっちはポチポチっすか？いや、隣にあるコクピットからでも操作できる。っていうか、そっちの方が本命だな。スイッチ押すために視界を向けないといけないから、クレーン作業にスイッチポチポチは向いてないのよ。脇に運転必須になっちゃうんすよね。だから、コクピット経由で外部視点を使って確実に操作できるようにしたわけだ。コクピットからの操作にはキーを回してアクセス権をコクピットに移してから使う。その使用のために大量の回路と格闘する羽目になったが、満足できる結果を得られた。このクレーンがあれば、前の潜水艇を別に召喚して接続する必要もなくなる。全長と全幅が港の限界に近いラッコ級は、潜水艇を同時に呼び出すには甲板上しかスペースはない。しかし、前の動画ではクレーンがないためにそれができなかった。だが、これからはこのクレーンで現場で潜水艇を甲板から下ろすことができる。手軽に同時運用が可能になるわけだ。へぇ。っていうか、今クレーンと繋げようとしている、車ってなんすかね？この車があってこそのクレーンだからな。この車がなければクレーンの実用化はできなかったと言っても過言ではない。ちなみに、この車は本来クレーンヘリのバケットを自走化したもの。クレーンヘリで荷物積んだ田舎ベンツを吊り下げる感じっすよね。そうそう、こんな感じで。車の中央部が荷台で、左右のハッチが倒れる仕組み。で、その車を船でも運用できるようになると。これでよし。うええー、楽しい。楽しいのはいいんすけど、絵的に地味っていうか。で、このバケットカーがクレーンの操作確認に使われたのよ。アームの機構とかはこれがベースになっている。ともっちゃ工房で使われるクレーンは基本的にこれがモデルっすね。いきなり本番を作らないで、小型の模型を作って、仕組みを把握してからやるといい。ビーバーのフレンズさんがやってたっすね。とりあえず甲板から格納庫に移してっと。固定部が奥にあるから。長さが足りない。どっちもウインチだから伸ばせばいい。ポチッとな。ハンドルを掴んで引っ張って。よし、今度は巻き上げて。その前にハンドルから手を離すっすよ。わわわわわわ、変わってってるってて。これでよし。船を移動させた時に完成で海に落ちたりするから、輸送時の固定は課題だな。あ、そうそう。前回のヘリ出撃で使った移動用のレール。
レールの移動に合わせて回転灯が光るようにした。これで、前回みたいにヘリが格納庫から出ていくとき、ライトが回転した状態で送り出すことができる。だったらヘリ乗せて撮影したらいいのに。いや、ヘリ使うときに使いたいから出し惜しみしているだけよ。格納するときも、展開するときもライトがつくようになっている。夜とか日が沈んでるときの方が見栄えするから、ヘリはそのときかな。と、まあ、そんな感じでラッコ級を改装しましたと。ただ、この撮影直後のアップデートで、放水銃関連が全部機能しなくなって撮影できないでいる。バグなのか仕様変更の影響なのか、情報収集しようにも英語の壁にぶつかった模様。だから、火災以外のレスキューミッションに向けて、いろいろと用意している。高いハードルをくぐるスタイル。せっかくだから、さっき話題になったクレーンヘリも紹介しよう。配信でも使っていた、CH-33。この角度から見たらテールローターが隠れて見えまい。いや、動画で隠し通せるわけないじゃないっすか。二重反転ローターだけど、テールローター装備。両コントロールでアンチトルクはするんだけど、ホバリング中の溶接油はできないのよね。速度を出したら尾翼だけで溶接油できるんだけど、風を受けないホバリング中は尾翼だけパタパタするだけでコントロールできないのよ。ワークショップで二重反転ローターの機体をいくつか参考にしてみたけど、みんな同じ課題抱えてるらしってな。まあ、だったらテールローター使ってしまおうと。実用性優先。で、このヘリはクレーンヘリってこともあって積載量に余裕がある。おかげで、いろんな実験のベースにされがち。これはハーネスの実験映像だな。うお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 う。めっちゃ揺れる。荒ぶる視界。うえーあるーうえー。これはよだいぶ視点っすよ。こんな状況になってました。で、ハーネスはコクピットみたいな扱いで、ボタン制御が可能になってる。左のコントロール一覧は全部自分で設定するっす。足場を倒していいの。ウインチを下ろしたら。災害救助とかでよく見るあれになる。これできるゲームって少ないっすよね。レスキューヘリアレンジャーとかではメインの要素だったが、他のゲームで自由にこれできるのって、アドオンやモッドしか知らないな。それにしても、このヘリって無人でもこれだけ安定するんすね。ジェイロとオートコバーが優秀なんだよな。操縦してたら操縦と干渉することもあるけど、安定させる分にはかなり優秀。降りることができるなら、もちろん上がることもできるわけで。めっちゃ救助されてる視点。自分で作ったメカでこういったシチュエーション展開できるの楽しいのよね。上まで来たら、足場を展開してっと。こんなもんかな。ギミック的に没収とも可能。そりゃもう、ただの事故だろ。よっこいしょ。たまひん。高所恐怖症には、なかなか厳しいものがあるな。で、このクレーンヘリ、コンテナを搭載したり、車両を輸送したりと大活躍するが、着水能力はないし、大型でラッコ級に搭載は制限がある。着艦装置の代わりに吊り下げ用ワイヤーで固定するんだが、船の前座で甲板から転がり落ちる。着艦はできるけど、運用はできないタイプっすね。着艦時の高速用パーツでも作ればできないこともないが、まあそこまでしなくてもいいかなって。で、今回こいつに吊り下げてもらう車両も紹介だ。これです。めっちゃ装甲車。オリーブドラブとか、軍事用装輪装甲車にしか見えないじゃないっすか。まあ、武装は搭載してないから。放水銃はボート鎮圧用に十分だと思うんすよね。で、ヘリとの接続用コネクター。これで空輸可能。重主用ハッチ。放水銃っすよね。小型の装甲車だから、かがまないと中に入れない。後部のハッチ。そのボタンじゃないっす。自分で作ったはずなのに、どのスイッチかわからなくなる。比較統一が不完全なんすよね。今後の課題か。こっちのハッチもかがまないと乗り込めない。中が広い装甲車ってのも少ないと思うっすよ。ちょっと引っかかるけど、かがめば乗り込める。
M113 の双輪型ってな感じを目指してみてる。浮上航行性能を確保するのにかなり手間取った。テスト走行の時は浮上航行というより沈み損ねてる感じだったっすよね。まあ沈まないならいいのよ。放水銃の水タンク、ライトにマグネットにブレーキなど各種スイッチと、青いのは放水銃、赤いのはエアドロップ用パラシュートだな。パラシュート、装甲車なのに空挺可能車両だな。すっごいアクセル、グリップの強さとサスペンションの柔らかさで大暴れするのよね。ドボーン、本当に浮いてる。こいつもラッコ級に搭載して目的地近くでクレーンで降ろして上陸作戦とかに投入できるのな。クレーンを装備したラッコ級は揚陸艦の能力を得たんすね。で、ここからがクレーンヘリの本領よ。ウインチ下ろしーの、接続しーの、めっちゃ荒ぶってる。タイヤのグリップが強すぎて悪さすんのよね。ヘリコプターで装甲車を吊り下げるのってどうなんすかね。ヤホーやし装甲車用ならわかるっすけど、装甲車って輸送機で空輸するもんじゃないんすかね。シェリダンとかディーゼルならできるだろ。空挺戦車の存在自体がレアだしな。実際にヘリで装甲車を運ぶってシチュエーション自体が限定的だから、ゲームだからでいいんだよ。ウエッス、このくらいの高さなら大丈夫かな。何が大丈夫なんすか。パラシュート、まさか落とすんすか。ザップライ、あパラシュート展開、カメラ引きすぎたんじゃないんすかね。ちょっと反省してる。ともかく追いかけるか。無事発見。まあダメージ設定ないからな。でもひっくり返ってないだけマシっすよね。まあそうだな。ともあれ、こんな感じの水陸両用空挺装甲車なんかも作ったけど出番はない。ないんすか今のところは。な、ちなみにクレーンヘリのサイズを基準にしているから陸上だとスムーズに接続できる。ぴったんこ、車両系はクレーンヘリが規格の基準になってるっすね。まあ空輸前提だからな。クレーンヘリで空輸できるならラッコ級のクレーンで積み込めるってのもある。次回はクレーンヘリでレスキューミッションを一つ受けてみるとしよう。尺が足りなくなっただけの模様。コンテナで車両を空輸してミッション達成を目指すぞ。運用が完全にサンダーバード2号っすよね。だから楽しいのよ。なるほど。それじゃ今回はここまで。チャオチャオチャオー。